帰りなさい。最後の高速管を停止させるわ。神格を砕かれたバハムートを修復する機構はなくなり、メラシディアのドラゴン族たちも真の眠りにつくでしょう。アルフィノは知っていたのね。おじい様が人を超えた存在になったこと。確信があったわけじゃない。ただ状況から見てその可能性が高いと思っていた。カルテノーの戦いの最後、人々が目にしたのは絶望の光景だったという。そこから世界が申請する方法を私なりに考えてみた結果さ。相変わらず冴えすぎていて嫌になるわね。でもその可能性に気づいたからこそ、私がおじい様に執着することを危険視していた。あなた、真実を知った私が信者になるかもしれないって思ったんでしょ。同行を申してたのもいざとなったら止めるためね。すまなかったよ、本当に。今となれば無用な心配だったと思っているさ。だが最後に一つだけ確認させてくれ。君は第七霊祭の真実をどう扱うつもりだい？第七霊祭の真実とはつまり、エオルゼアを神聖に導いたのが人の祈りから生じた反蛮神フェニックスだったということ。この事実が知られれば人は再び祈りを捧げるでしょう。未だ混沌としたエオルゼアを不死鳥の力で再生するために。だが蛮神は星の命を食らって権限する。もたらされるのは救いではなく破滅だ。
だからこそ祈りを捧げさせてはいけない。エオルゼアを守ろうとしたおじい様を真の蛮神にしてはならないんだ。アリゼ、君のおじい様を思う気持ちが私たちを第七霊祭の真実へと導く鍵だった。だが鍵は扉を開くためにあるだけじゃない。過去を知られたくない真相を閉じるにもまた鍵は必要だ。おじい様を思えばこそ私たちだけの真実にする。その鍵でバハムートとおじい様の物語を閉じよう。大丈夫よ、今ならわかるもの。世界を守るために必要なのは真実を突きつけることじゃなかった。あの日消えたはずの蛮神バハムートは二度と現れることはない。その結末の他に何かいる？さあ地上に帰りましょう。きっとウリエンジェが待ちわびてるわ。